デーと銘打たれた本日の舞台挨拶には、久米田、村野裕太監督をはじめ、主人公で漫画家の後藤角氏役を演じた神谷浩史、さらに角氏の職場である G プロスラッシュ後藤プロダクションでアシスタントを務める指示仰ぐ役の八代拓、隅田ラズナ役の安野清の、掛け闇役の桜彩音が登壇した。久米田と村野監督は揃って舞台挨拶に参加するのがこれで3度目。久米田が、ご安心ください。私と監督に与えられた時間は合わせて5秒くらい。皆さんのご要望に応えたいと思いますと、キャスト陣の話を楽しみにしているであろう観客に配慮すると、村野監督も、舞台挨拶の台本からセリフが結構削られている。ニーズに合わせて修正が入っていると補足し、隣で笑っていた神谷も思わず、なんで二人ともそんなに卑屈なんですか、笑いと突っ込んでいた。自身の演じる角氏の印象を聞かれた神谷は、自分にルールを課して他人にも強制する、関わると面倒くさそうな人だなと思うんですとコメント。続けて G プロの人たちは好意的に接してくれるので、人に恵まれているんだなという感じがありますと、各氏を支える個性的なアシスタントとの関係にも言及した。八代は、なんだかんだで尊敬していたり好きでいるというのは大前提としてあると、自身の演じたチーフアシスタントの指示の各氏への心情を考察。個性的なメンツの中で野間くもさが指示の特徴だと話す一方で、ただ普通にやっていたらあんなに骨折はしないと思うので、あの環境がそうさせるのかなと、頻繁に骨折している理由が職場環境にあるのではと嘆いていた。安野は原稿締め切りの間際に現実逃避のためみんなで餃子を作り始めるエピソードが好きだと話し始める。安野が中でも、餃子を作ったから完成したんだろうがという網のセリフがお気に入りだと明かすと、桜が、あれは実話なんですよね、と久米田に話題を振る。実話だと告白した久米田が、僕はちゃんと焼きましたから。ところまでやってから原稿を仕上げたと補足。これに神谷が、工程がアニメより増えてるじゃないですかと突っ込むと、キャスト陣から笑いが漏れた。テレビアニメに新規カットを追加した劇場編集版ということもあり、同作では追加でのセリフ収録が少なかったそう。そんな中、追加収録があったという桜は、アミがいろんなものを指して考えた末に出たセリフがあるんです。先生、各氏のことを実は一番わかっている人なのかなと、追加収録を経て思いましたと改めて作品に向き合えたことに感謝する。けて、村野監督は、本当だったらアミが先生に関して深いところで理解しているという描写が、コンテの段階ではあったんです。もっと追加収録しようと思っていたんですけど、尺の関係でカットになりましたと、制作秘話を明かした。最後の挨拶では、神谷が、原作の終わりに準じた形で、皆さんにお届けしようと作られたのが、この作品です。本当に、奇跡的な状況で出来上がってるものなので、最後まで関われたことが本当に、嬉しく思っていますと、喜びを伝える。そして、久米田先生の次回作にご期待くださいと締めると、会場から大きな拍手が送られた。